はい、どうもこんにちは、イアンです。今回はね、ランキングの攻略をねやっていこうと思います。っていうか初見なんですけど初見だけど、まあできるっしょってことでやっていきたいと思います。で、パティはね、サディちゃんギアサードでもできるらしいんですけど、まあそれよかこっちの方がいいんじゃないって思ってこっちでやろうと思ってたんですけど、まあこっちの方がね、ギアサード、サディちゃんの無課金編成とか、まあゾロは今これ課金パーティーなんですけど、まあゾロ例えば野心のキャラに誰かまあ、変えてもらって、誰野心シーザーとかでしたっけ、野心か。まあこれもガチャゲンだけど、まあガチャゲンでも何でもいいんで、とりあえず野心の強いキャラ持っててもらってってやればできるんじゃないと思ってたんですけど、こっちの高火力パーティーでもねできるらしいんですよ、このアップーパーティー。ただただ効力高いやつを並べたっていう感じなんです。でもできるらしいので、まあこっちで今回やろうかなと思ってます。で、まあ、個人的なおすすめとしてはこっち。やっぱね、サディちゃん育ってない人結構多いと思うんですよね。まあ、モリアも持ってねえよってね、言う人いるかもしれないですけど。まあ、モリアの方がね、やっぱ3倍なんで、向こう 2.5 倍なので、まあ火力が高いでしょっていう、あれでこっちの方がおすすめですね。まあただもちろんね、ログルフィーパーなんで、ログルフィーパーなんで、グッドグレートにしてる分、まあチェーンケース下がるんですけど、まあこっちの方がね、モリアも攻撃力高いし、ということでこっちをおすすめします。まあただ今回こっちでやります。ランキングこれか。これのエリート。あ、バカ。バカ。そうです、そうです。そうだ、そうだ、忘れてた。コスト49以下ね。使えねえじゃんっていう。ちょっと待ってください。ってことは、じゃあ、こっちの野心も使えないから、ドフラミンゴ。ちょっと、あれだね。考えた方がいいね。モリアは大丈夫だね。そうだね。はい。はい、帰ってきました。そう、コスト49以下だから、フェスゲンとか、あと、血栓系は使えないので、まあ、そうだ、野心にすると、やっぱり結構大変かもね。シーザーとか、まあ、技だとね、技じゃなくてもいいんで、まあ、誰か野心で連れていけばさっきのね、ログルフィーモリアパー抜けると思います。まあ、とりあえずね、今回はこっちのパーティーでやっていければいいです。まあ初見なんでね、ちょっと成功できるかわかんないんですけど、まあ多分いける、多分。シャボンディショットも来てて、ちょっともうやりたいのがたくさんあって、やばい、もうちょっとこれ一発だからクリアしたい。ちょっとスタミナも大したくないからね。で、自分のアップが育ってないので、しかもスロットも揃ってないので、防御力高い線でいってみようか。そしたら、こっちから。全然いけるじゃん、やばやば、ちょっと待って、これやばくない、これ。ちょ、待って、なんでこんなすごく悪いの。いけるか。いやー、順番逆だった。ホーキンス先じゃん。今いけたね。これ結構いけそうじゃない、これだったら。どうしようかな、これアップで倒したかな、こいつ倒したか、さすがに。そしたらこんな感じでどう、いけ、あ、いかないんだ、あ、これいかないんだ。あ、ペンギンだけいったね。あー、カメもいったね。いかないんだ、これだと。グレートガイだったら飛ばないから。よし、いけ、あー、いった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 。こういう風にね、なんかこう、応用が必要ですよね。こういうなんか、こういうやつって。こういうやつ。あ、これは無理だな。おー、いた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 。いいね、いいね、いいね、いいね。順調に稼げてますけど。あえてね、効力低いんで。あー、無理何回。あー、無理何回。先にちょっと使えなかった。うわー、あ、こいつ稼げそう。ギリギリ
やばいやばい、ギリギリで入ってないよ。3回か。3回稼げた。難しいな、なんだかんだ。あー、なにこれ。これ、なんだっけこれ。わらわらいっぱい出てきたけど。なんだっけ、なんかされるんだっけ。防御力アップ。結構通んなくないダメージ。あ、これ固定で飛ばすやつじゃん、そういえば。これ来たらやばくない。全然貫通しないんだけど。あ、これ待った方がいいパターンもしかして。あ、でも待ったらさ、倍率かかなくなっちゃうよ。あれこれあれこれ小田仏じゃね、これ。ちょっと待って待って、これ小田仏じゃね、小田仏だよねこれ多分。うわあ、マジかい、マジかい。なんとかいけねえかなこれ。あ、回復ね。うわあ、やっぱりダメだ。うわあ、厳しいなーこれは。うーわ、やっぱダメージ食らわないでガンガンいくべきだったな今の。今の来てもいけんのかな。今の来たらもう諦めてくださいってやつかな。え、そう。てかでもゾロ貯めてけば今の飛ばせたしね、よく考えたら。いや、そもそもコンボ数とかで潰せた。今借りたコンボ数全然わかんない。うわあ、ちょっと悔しいんでもう一回いきます。マジか。まあでも大体分かったからね。はい、いきます。ちょっともうリベンジできたところはね、見せたいんでね。ここはまあ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 、さっきもね5回稼げた。ここじゃない問題。これいけるもんなの。あ、やべえ、グレート出しちゃったー。なんでー。てかいけてたし、グレート出さなきゃいけてたし。でここなんだよね、ここ。さっきさ、ここでちょっと見捨てたんで、ちょっとやり方を変えようか。あ、ミスったミスったミスった。こいつに当てたかったんだけど。あ、飛んでる。あ、なんだなんだなんだ、してるじゃん。待って待って。これさ、スロット合ってるやつで言ったらいけっかな、いけっかな。いけない。2回。あー、もったいね。あー、もったいね。1回だけ。そう、もったいね。あー、これゾロ捨てよう。うわー、カメもそろっと揃ってるキャラで、ね、よかったよ。超ミスってんじゃん。あ、マジかの方がよかった。マジか。うわー、マジか。4回かな。キルはだいぶ良くなった。あー、そう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 、このパターン、このパターン、このパターンだと思ってました。え、さっきのパターンだとどうなんだ、やっぱ無理なのかな。無理っぽい気がするんだよね。コンボ数で倒して、倒せるなら倒してって感じないと無理だよね。だってダメージ食らえないもん。それか、ターン貯めながら行って、やっぱターンだよね。それもきつい気がするんだけどな。まあ行きます。
だー、なんでスモーカー使ったの、最後。なんでスモーカー使ったの、アプーでよかったじゃん。くそー。これはいけてんじゃない、さすがに。さすがにいけてるでしょ、これは。ちょっと2回もやりたくなかったよ。ワイスはね、初見で頑張ってやってるんでしょうね。あー、いけたいけたいけた。よしよしよし。いきました。なんとかですよ、なんとか。まあ、これだとね、タップルースあんまり関係ないんで、こっちの方が気が楽というか、いいと思いました。で、あと、秘宝なんですけど、キャラ合成の、確率アップ2倍の動画を撮ってたんですけど、まさかの、ちょっと容量重すぎてコピーできないってなってて、パソコンが。意味わかんねえよ。ということで、ちょっとお蔵入りそうなんで、ちょっと軽くね、紹介していきたいと思います。で、ルッチはね、こんな感じです。解放が微妙。順調効果向こうがつかなかったって感じですね。で、必殺ターンの、この短縮を一応つけました。で、スロット悩んだんですけどね、スロット1の時にしか、こう、3倍なんないんで、ちょっと迷ったんですけど、まあ、こっちにしました。っていうのと、あと誰合成したっけ、あとね、クマ。クマね、20体ぐらい合成したのにね、2しか上がんなくて、まさかの。こんな感じです。で、あとね、大きいとこで言うと、あ、そう、ワイパー、ワイパー。ワイパーはね、スキルマーになったと思いました、確か。ワイパースキルマーです。まあ、解放まだなんですけど、まあ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 、ワイパー使えるでしょっていう話ですね。で、あとは、スモーカー。これもね、スキルマーになりました。ちょっとね、やっぱり、コロシアム系はね、使えるキャラが多いので、まあ、スモーカーは特に回った方がいいですね。まあ、あとは、あとね、こいつ。ナイトメルフィもスキマになりました。で、解放もなんとか終わってくれました。こんなもんかな。あと、コロシアムキャラだと、ドリーブロギはスキルマになって、で、あと、スモーカーもスキルマになってて、で、ワイパーもスキルマ。で、あと、ホーキンスかな。ホーキンスは1回目の時にね、スキルマンできたんで、しました。っていうぐらいかな。で、今回のね、コロシアムのキャラは、正直回ろうと思ってないです。まあ、エース強いような、どうなんだろうっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと、個人的にはいいかなと思って、回らないでおこうと思いました。むしろ、フェスケースね、持ってる方はね、あれで解放していただければと思います。そんなもんかな。はい、以上ね、ケイミのねランキング攻略と、ちょっとした、ボック紹介というか格別アップ2倍のね動画撮れてなかったんで、それのね紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。